はい、皆さんこんにちは、榊敦史です。5月ね、5月25日、12時27分お昼ご飯をね、食べながらね、ビール系飲料を飲みながらご飯を食べてですね、送ってもらう雑誌を読んでるんですけどね、これですね、今日は、週刊文春、今発売後、ね、もうすぐ次が出ます次は木曜日ですかね。最近ね、面白いなと思って読んでるのはこれでございまして、こっちか、こんな感じですね。はい、こういう記事をね、今週はその例のあの黒川検事長は接待かけ麻雀ふにゃふにゃってこうスクープが出てます。これ見て、ああすごいなと思って、まあこれはいいんですけど、こんなんは別にねやっといてもらったらいいんですけど、このポップス歌手の耐えられない軽さ、桑田佳祐っていうシリーズがもう10回目ぐらいですかね、19回か、お続いてるやん、19回目ぐらいの記事でですね、あのサザンオールスターズの桑田佳祐さんですね、僕の世代のスターです、大スター、ヒーローですね。私がそうですね、中学生ぐらいの時にデビューなさったんじゃないですかね、あのこの方が青学の学生さんの時ですかね。うわーなんかすごいなと思いながら見てたのを思い出しますけど、だからきっと僕の 6歳ぐらい年上ちゃうかなと、まあそれはいいんですけど、で毎回面白いこといっぱい書いていただいてるんですけど、書いてて、まあ、構成山内博康とか書いてあるんで、まあ、きっと文春の社員さんがね、お話を聞いて、作ってる記事なんでしょうけども、まあ、いろんな面白い話あったんですけど、今日見て面白いのは、デジタルとアナログの話をされてるんですね。で、桑田さんも、まあ、ご多分にもれず家にいなあかんと。で、家に行って、レコードを聞いてると。僕らの時代ですね、だからこの丸いやつ、あれをジャケットから出してきて、乗せて、針を落として、で、こう聞くアナログのレコードですね、それを聞いているという話をなさって、デジタルとアナログの話をずっと延々となさってるんですけども、これびっくりした、これですね、いろんな話、山下達郎さんの話も入ってきてたんですけども。理屈じゃない理由っていうことですね。現在私の場合、ライブの PA やテレビの収録と違い、レコーディングの現場、つまり新曲の歌声や生音っていうんですかね、生音を取る場面に場合に取る場合に限って、未だにノイマン U47 という1947年製のアナログのマイクロフォンを使っています。ほんまかいなと思いました、これ読んだ時に。1947年生ですよ。僕はね、生まれる15年も前令和の世においても、なぜかここだけはデジタルより感覚的にこちらを選択するというこだわりがございまして、それはなぜか、はい、好きだからです、かっこ笑他に代わりが見当たらないのと、このマイクとの付き合いが私の音楽のキャリアでもあるからです。論理的なデジタルと感覚的なアナログ、実は私もこれ以上のことはわからないんだ、かっこ汗みたいな、今の方はね、音楽っていうのはまあ 100% デジタル信号でお聞きになってると思うんですけど、どうでしょうね、私の世代ぐらいが最後だと思うんですけども、アナログのレコードというものがございました、ね、黒い円盤みたいになってるんですけど、それをこうレコード盤の上に乗せてですね、で針を落として聞くとい私が大学生ぐらいまではそういう世界でしたね。でその後でですね、CD プレイヤーって出てきまして、CD プレイヤーとアナログの違い、アナログというかレコードの違い何かっていうと、もうデジタルとアナログの違いでございます今はもう CD プレイヤーっていうもの、そのもの自体もなくなりましたね。CD というのはなくなってですね、全部デジタル信号化されていてですね、
こんな、なんていうか、こう、スマホで十分、スマホに十分その好きな音楽を貯められるし、別に多面でもね、どっかに行けば聴けるしっていう、そういうふうになってしまいました。で、まあ、桑田さんも多分私より年上でいらっしゃるんで、アナログ時代に青春を過ごしたわけでしょうし、最初のね、録音っていうのはアナログであったと思います。別にアナログとデジタルって私は、よう分かりません。音が柔らかいとか言うけど、まあ、怖さも書いてありますけど、人間の感覚ではそんなもん聞き分けられへんでという、まあ、そうかもしれませんね。まあ、私、音楽聴きませんからね、基本的に。いや、好んでね、どの音楽聴きたいというものは特にないよね。時々酔っ払ったら YouTube でですね、昔の昭和時代の聴いた音楽みたいなものを YouTube で見たりはしますけど、音楽好きではないんですね。で、その音楽家でいらっしゃる、音楽家って言っていいんですか、アーティストっていうんですか、桑田さんがものすごいアナログが大好きということで、なんとなく気持ちはわかりますね、なんとなく。アナログ時代を生きた人間としてはですね。で、73年前ですね。1947年と申しますのは、73年前のマイクロフォンがちゃんと機能してるっていう。まあ、マイクロフォンっていうのは非常に単純な構造の機械ですから、まあ、機能してるんでしょうね。で、それで未だに、レコーディングされていると。すごいなと思って、いや、そういうねこだわりがあるんだなと。桑田佳祐さんって僕らの時代の大スターですけど、なんていうか、どう言いましょうね、こう時代を打ち破っていくようなイメージがあるんで、その古いものにこだわってるというようなところがですね、かなり私には新鮮に見えましたね。まあ、何かにこだわりのある方やなという感じはしているんですけども、73年前のマイクロフォンですかという、僕はそんなもんないなと思って、自分の周りのもんでもなんか道具にこだわるっていうことはほとんどないですね。道具は嫌いではないんですけど、使えなくなるまで使っておしまいみたいな。車もそうですけどね、車なんか道具の最たるもんで、別にそのいいものを欲しいとは思わないわけで、まあ、走ったらええやんという世界。僕の車ね、あれね、クーラー壊れてるんですよ、冷房。いや、1年前に分かったのかな、夏になんか冷えへんやんと思ったらやっぱり壊れてましてですね、そうですね、壊れてまして、で、そのままほったらかしてあるんですけど、まあ、それでも全然気にしないという、夏はね、あんまり冷房かけるの好きじゃない人間なんでね、よほど暑い時に使ってたぐらいなんですけど、まあ、でも家族で夏は旅行できへんなっていう、という状態のままほったらかしてあります。で、いや、買い替えなあかんやんと思いつつ、お金もないしっていう、まあ、そういうデタラメな人間なんですよ、私の場合。まあ、多分73年前のね、マイクロフォンという言い方が昭和ですけどね、まあ、マイクっていうんですけど、これもマイクですけどね、こんなん別にあれですよ、多分中国製で、去年の今頃買ったんではないですかね、ネットで適当に。機能してますよ。これでね、動画2000本ぐらい撮ったんちゃうかな。いや、使い倒してるなぁと思って。まあ、私はそういう人間なんですけど、いや、びっくりしました。桑田佳祐さんが、まあ、アナログに凝ってはるってなんとなくわかるんですけど、こう、73年前のマイクロフォンで、未だにレコーディングしてるっていう。そうか、じゃあ、あれもあれもあれもみんな、73年前のあのマイクロフォンでレコーディングしちゃったんかって言って、30年ぐらい前の、40年前の、愛しのエリーも、きっと、あれですかね、そのこの1947年製のマイクロフォンで、録音しちゃったんですかね。いや、何気にね、
こういうところにね、いや面白いなという記事を見つけて一人で考えにふけってるというお話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。